はい、どうもキカです。今回もですね、ミリオンのキャラをちょっと勉強していきたいと思います。ただ前回が都合桃子ちゃんだったので、あれ？キッカーさんってもしかしてロリコ？みたいなね、そんな疑惑を持たれたかもしれないんで、今回はちょっとね、大人の女性、そう、このね、ババコノミさんをね、見ていこうと思います。私のね、ババコノミさんに対して知ってることは、まあ、こういう身なりだけど、実は大人の人ってぐらいかな。あとはディアーガ、ソロ曲のディアーガめっちゃいい曲っていうことですかね。年齢、つまり年齢はどれぐらいなんですかね。22ぐらいなのかな。まあそんな感じの知識なんですけどもね、このみさんをちょっとこれから見ていきたいと思います。よろしくお願いします。お、社長に急に呼び出されたと。ほう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 、さあ行って、お、いきなり出てくるんですね、ババアこのみさん。あとは頼んだよと言われたけど、この子のオーディションを続ければいいのかなと。社長、ババアこのみと申します。本日はよろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。あ、やっぱちょっとやっぱ大人っぽいですよね。年齢は中学生くらいか。まだ小さいのに随分と しっかりした子だなって。まあそうなるよね。あ、こちらこそよろしくお願いします。それじゃあまずは志望動機から聞かせてもらえますか。はい、御社を志望したのはこれまでの経験を活かせると思ったからです。大人だな。御社とかちゃんとね、はい、経験、どこかで歌やダンスをしていたとか。歌やダンスですか？な、歌やダンスはしてこなかったんですかね。そうですね。たまに友人とカラオケに行ったりするくらいですけど。でも、評判は悪くないと思います。いつも盛り上がってますし。なるほどなるほど。ふむふむ、歌は得意と。それじゃあダンスはどうですか？あんまりアイドル…ダンスですか？授業で創作ダンスくらいしかしたことないけど。それでもアイドルになりたいってことかな。運動神経はそんなに悪くないです。はい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 、ダンスも OK と。他にアピールしたいことはありますか？はい、即戦力として働けることです。以前の会社でも事務として仕事をしていました。事務？ジム？あとは大学在学中から卒業した後もいろいろな資格の勉強をしています。はあ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 。大学を卒業、確かに大学を卒業。何かご不審な点でも？別に、あ、そうでしたか。社会人の方、あ、その社会人の方がどうしてアイドルに。確かにね。アイドル？私、事務員として面接に来たんですけど。あ、そういうこと？社長ちゃんと言ってよ。は？事務員、オフィスレディ志望です。オフィスレディ、あ、そうだったんですが、すいません、引き継ぎができてなくて。本当だよ、社長。あ、うちの事務所は今詐欺プロジェクトというね、企画でアイドル候補生をね、探していまして、てっきりそのオーディションを受けに来た方かと思っちゃいました。なるほど、お互い勘違いしてたんですね。道理でなんだか話が噛み合わないと思ったわ。いや、俺もそう思いました。でも私をアイドル志望と思うだなんて悪い気はしないわね。いや、十分ね、アイドルやっていけると思うっすよね。本当、社長からちゃんと話を聞いておけばよかった。でもこの見た目と実年齢のギャップは面白い。確かに俺も面白いと思う。ババこのみさん、もしよかったら本当にアイドルとしてやってみませんか。いいね。え、アイドルって私が？いや、なれると思う。俺の目に狂いはない。はい、あなたならきっと新しいタイプのアイドルになれると思います。いや、本当に斬新だよ。アイドルね、私就職したかったんだけど。アイドルに就職しましょう。その容姿のギャップはこのみさんの魅力です。急な話ですが考えてもらえませんか。容姿のギャップ、それって私がセクシーで魅力的だってことね。え？アイドル
私がセクシーなアイドル？セクシー？わかったわ。これも何かの縁ってことで、アイドル挑戦してみることにするわ。このみさん、セクシーはちょっと、本当ですか？ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそ、これからよろしくね。よし、一味違うアイドルとしてこのみさんをしっかりプロデュースしていこう。さあ、今日はこのみさんの宣材写真の撮影だ。そろそろ着替え終わった頃だと思うんだけど。とプロデューサー、お疲れ様。どうかしら、このアイドル衣装なかなかいい感じだね。いやでも似合ってます。いや、かわいいかわいい。アイドル衣装で撮影するんですか？気合が入ってますね。いや、十分可愛いっすよ、このみさん。私のアイドルとしての初仕事だもの。しっかりとやらなくちゃね。やっぱそういうところは大人ですね。ちゃんとセクシーでアダルティの私の魅力、バッチリ出てると思わない？責任感、セクシー。すごく可愛いです。これならいい宣材写真が撮れそうですね。もう、可愛いじゃなくてセクシーな大人の女性に見えるかどうかを聞いてるんだけど。それはほら、誰か言ってやれよ。いや、そのよく似合ってますよ。まあいいわ。本当の魅力は衣装に左右されるものじゃないもの。そうですよね。撮影ではセクシーポーズをガンガン決めて、カメラマンを脳殺するつもりで行くわよ。そうなんですか。このみさん、カメラマンは女性だったと思いますけど。とにかくそれより言ってやれよ。お姉さんに任せておきなさい。ドキドキするような写真にしてみせるわよ。セクシーですかって、ほら言えよ言えよ俺。その後撮影は順調に終わり、このみさんの可愛さが引き立つ最高の写真が撮れた。こいつはあれか、セクシーに対して突っ込むことをやめたのか、もしかして。納得いかない、納得いかないわ。あんなにセクシーに決めてみせたのに。可愛い路線で行こうって言え。でもこの写真、このみさんの魅力をしっかり、捉えてると思いますよ。素敵です。お前、確かによく撮れてるとは思うけど。お前、セクシーに対して何か言ってやれよ。私としてはドキッとするような大人な魅力を前面に押し出していきたかったわ。小野さんは可愛いを押し出しましょうって。今日は初めての撮影でしたし、これから小野さんの魅力をみんなに知ってもらいましょう。こいつはセクシーに関して言うことをやめたんだな。私のアダルティでセクシーな魅力、どんどんみんなにアピールしていくわよ。小野さんのアイドル活動がいよいよ始まる。これからもいろいろな魅力を引き出していこう。お前、セクシーに対して何か言ってやれよ。今日はこのみさんが初めての劇場のステージに立つ。なんだか少し緊張するな。大丈夫、絶対に大丈夫なんだから。やっぱ緊張してるんですね、このみさん。あれ、このみさん、こんなところで何を。やっぱ大人でもさすがに緊張するでしょ、これは。脅かさないで。すいません、本当。すいません、でもこんな早くスタンバイしなくても。やっぱ先へって感じなんですね。スタンバイしてたわけじゃないのよ。いざ本番が近づいてきたら、なんだか緊張してきちゃって。緊張をほぐしてあげましょう。本当、ちょっとステージの様子を見に来たら、なんだかすごく盛り上がってるじゃない。逆にステージとか先に見るとね。どうしよう、ますます緊張してきちゃったわ。なんかいいこと言え。このみさん、一度深呼吸して落ち着きましょう。そうね。よし、大丈夫。もう平気よ全然平気じゃないじゃないですか。このみさん、あまり平気じゃなさそうですね。ほんとそれ。平気だってば。ちょっと声が痙攣してるだけよ。声が痙攣、それはやばいぞ。私とプロデューサーで観客のみんなを興奮の渦に巻き込むわよ。
俺は俺はアイドルじゃないんでステージには出ませんよ。そうだったわね。あ、でもそうしない。小野美さん大丈夫？本当それ私ばっかり緊張してるなんて悔しいじゃない。こうなったらプロデューサーも一蓮托生よ。いや、一緒にステージに出て観客の前で歌いましょう。死なばもろとも。いや、ちょっとそれは、いや、ダメですよ。お客さんはね、アイドルを見に来てるんです。俺じゃありませんから、ほんとそれ。分かってるわよ。本気で俺が死んじゃう。ちょっと冗談を言ってみただけ。アイドルって、やっぱり大変よね。つい勢いで、なるなんて言っちゃったけど。いや、ここはあれだよ。ちょっとさ、たまには、後悔してるんですかって。なんかこうほらセクシーですねとか褒めてあげようよ。不安なのは間違いないけど、でもねえプロデューサー、どうして私を誘ってくれたの？それこう見た目とのギャップとか、どうしてでしょうね。確かあ、そう、直感ですから俺にも分かりません。でもきっと目に浮かんだんだと思います。満場の喝采を浴びてステージで輝くこのみさんの姿が、いいこと言うやん。ダメね、私にはまだその景色が目に浮かばないみたい。だから緊張するんだろうけど。このみさん、ほら言えよ。セクシーですねって。だったらたまには自分で見るまでよね。プロデューサーにだけ見えるなんて、そんなのなんだかずるいじゃない。確かに、ええ、その通りだと思います。見ましょう。話してたらよかった。ありがとう。いや、このプロデューサーね、なかなか優秀じゃない。お姉さんも少しはいいとこ見せなくちゃ。お姉さん、それじゃあ行ってくるわね。私のセクシーのお披露目よ。あ、でもそうですね、調子を取り戻したみたいだ。今日のステージきっと大きな話題になるぞ。ほんとこいつセクシーに関してガンスルーすんな。ということで今回はこちらの馬場好美さんを見てきたわけなんですけども、あ、ここまで、あ、なんかこうアダルティとかセクシーを前面に押し出すキャラなのかなってより面白いっすね。あ、でもそっか、なんかセクシーポーズの写真とかなんか画像とかありましたね。ありましたわ。俺もガンスルーしてました。よく考えたら。俺もあのセクシーポーズの画像を見て何にも思ってなかった。そういうことか。そういうことなんですね。馬場好美さん本当にすいません。これからもっとね、セクシーも見ていこうかなと思えるのかな。とりあえず、このプロデューサーがね、あのセクシーに関してガンスルーしてるところが俺はめっちゃ面白かった。一回も触れなかったっすよね。セクシーに関して。さすがやわ。あ、それに、今回のにはなかったんですけども、その他のキャラとの絡みが面白いですよね。俺もちょいちょい他のキャラの絡みは見てるんですけども、このみさんは大人っぽいキャラと絡ませても、子供っぽいキャラと絡ませても、いや、どんなキャラと絡ませても、これ、まあ、今回のほらプロデューサーと絡ませても面白かったですし、いや本当に他のキャラと合わせたらより話が面白くなるし幅も広がるという、いやすごいですよね。いや、しかもこんなに面白いキャラなのにソロ曲はあんなめっちゃ泣けるディアという曲を持ってると、いや本当にこのみさんいろんな武器を持ってますよね。いや本当にだから見てても楽しかったですし、いや今後もねこのように見ていって、いつかはねこのみさんのセクシーさに気づけたらいいなと思っております。まあこんな感じで今回は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。